というところですね。はい、じゃあご覧いただきましょう。関西馬だったんですけれどもね、こちらへ転休してきて前走が初戦で今回2戦目になるわけなんですけれども、やっぱり岡部騎手が乗ってきたっていうのもかなり影響していそうですね。そうですね、はい、吉田さんの見解はちなみに僕もね、この4歳馬のトヨロータスに注目してるんですけれども、今も札幌でトキオクラフティっていうのが小針混じって2着でしたけれども、このトキオクラフティと中山でそこそこの勝負をしたのが東洋ロータスなんですよね、はい。まあ、その時その時点では関西馬だったんですけども、あと金量が52キロですのでね、もう一頭アイアムゾウィーナーという4歳馬もいるんですけれども、小馬にどのくらいな競馬ができるかなという非常に興味あるところだと思いますね。そうですね、今スターターが台上です。ファンファーレが鳴ります。中山の11レース東湖富士オープン、そして2番人気が3番のコクトジュリアンですが、こちらはいかがでしょう。この馬の場合はね、とにかくもう立ち直ってっか立ち直ってないかだけだと思いますね。あ、そうですか。立ち直っていればもう力からいくと、昔の戦ったメンバーとだいぶメンバーが手薄になっていますんでね。そうですよね。展開としてはやはり4歳馬2頭あたりが前に行くんでしょうか。間違いなくなんか前半の 600m33 秒台のかなり速いレースになりそうですね。厳しい競馬になりそうです。そうだと思いますね。さあ、中山の11レース東湖富士オープンです。体制完了、ゲート開いてスタートを切りました。ちょっとばらけたスタート、白山トゥルースが後ろから好スタートを切ったのはアイアムザウィーナーです。そして東洋ロータスと岡部幸男が行きます。ハノを切ったのは東洋ロータス、そしてインコースから2番のアンバーユーです。向こう側赤い帽子がコクトジュリアンです。コクトジュリアンが今2番手から先頭を奪います。コクトジュリアン、東洋ロータス、そしてアンバーユー、ゼッケン10番がイコーアルファです。それからアイアムザウィーナーがいて、回収錦1番が白山トゥルース、5枠のマロンアニーもエプソムカラー、こんな体勢になっています。これから第3コーナーのカーブにかかっていきました。さあ、前の方は2頭が並ぶような形になりました。3番のコクトジュリアンがここ、その外に東洋ロータスと岡部幸男、ここでちょっと東洋ロータスが出ました。インコースコクトジュリアン、赤い帽子、さあ後ろから回収西がスーッと上がってきました。ゼッケン13番のバンダーファルケはやや後方ですが、さあ第4コーナーカーブから最後の直線コースに入った。さあ岡部と東洋ロータス、東洋ロータスが先頭に立った。インコース2番手コクトジュリアン、さあアンバーユーがその真ん中をこじ開けようというところ、さあ200を切っている東洋ロータス、東洋ロータス外から回収西、回収西、さあアンバーユー来た、インコースからアンバーユー、しかし2番手までか、先頭は東洋ロータス、東洋ロータスゴールイン、2着にアンバーユーです。勝ったのは8番の東洋ロータス、勝ち時計1分7秒8、勝ち時計1分7秒8です。人気に応えました岡部幸男と東洋ロータス。さあ第4コーナーから見ていきたいと思いますが、ちょっとね、コクトジュリアンが思い切っていったんでね、そうですね、ちょっと面白いなっていう感じもあったんですけども、この辺の時点ではもう手応えがトヨロータスと比べてね、コクトのはもうすでにステッキ入ってますし、楽勝でしたね。そうですね、無理に岡部騎手も生かしてないというね、安城の好奇心もあると思うんですけれども、やっぱり短い距離ですと4歳馬でもね、今の時期これで十分勝負になるなっていう感じでしょうね。アイアムザウィーナーというのが今外から4歳馬が3番手に上がるところですよね。来てましたけどね。そうですね。